はい、ということで、はい、いよいよ、あ、校庭に来ましてね、スッてしてて いよいよ校庭編なんですけれども、はい、この校庭差がまたね、うまいこと言いましたねさっきから言ってましたよ、私。本当ですか？最後の最後でうまいこと言った、はい、違う違う、一番最初に言ってた。本当ですかで、そう、私ちょっと気になってたんですけれど、はい、普段お一人でやられてるんですよね、はい、どうやって撮ってるのかのなんかプロセスみたいなのを、お、それは見たい、ね、見たいし、うん、聞きたいし、コツを知りたいなって方もきっといると思うので。ありがとうございます。はい、ちょっと私、友達がいないので一人で撮影しています。そんなことない。なんか聞いてはいけないことを聞いてしまった。闇の部分聞いちゃったみたいになっちゃったじゃないですか。はい、聞いちゃいました。大丈夫です。私たちが今日から友達なんで。ありがとうございます。はい、と私一人で撮影するときはいつも三脚を持ち歩いています。あ、これですか？はい、あ、すごいいいですね。ミニサイズで。はい、まあ、はい、そこまで大きくないので持ち運びやすい三脚を持ち歩いています、うんうん、で、こういう風景を撮りたいな、こういう構造で浮遊写真を撮りたいなというのを事前にロケハンするときとかインターネットでそのロケーションをググって、こういう写真撮りたいな、ああいう写真撮ったら面白そうだなというのを考えながら、どのレンズを使おうか、どの構造でやろうかっていうのを事前に考えておいて、で実際にその場所に行って、はい、でなるべく人がいない時間帯の方が、ね、他の人にも迷惑ならないので、うん、まあ始発に乗って撮りに行くことが多いです。そうなんですね。苦労してるんですね。なんか今の話を聞いてると、もうプロカメラマンの仕事のなんか流れというかプロセスな感じがするというか、すごいなと思って。事前にロケーションを調べておくとか、はい、情報を調べてとか。そうですね。こうならないと私たちも。です。あ、プロなんですプロでした。そうですね。先生はもう PRO ですね。PRO でした。AMA はこっちです。はい、あ、B 面でじゃあ。AMA って言ったんですよ。アマって言ったんですよ。組み取ってください、いろいろなことを。AMA です。お腹いっぱいだから。AMA じゃないですから。AMA ですから、ね。A 面じゃないですからね。ご飯食べても食べなくてもね。で、ロケーションに着いたら、まあ、カメラの位置を撮りたい構図に合わせてカメラを置いて、うん、でこの撮る写真の中のあそこら辺で自分は浮きたいなっていうのを決めて、でそこに置きピンします。事前にピンと懐かしいですね。あれですよ、多分カメガクではもしかしたら鎌倉編だけ、そうですね、江ノ電だけですね。江ノ電だけでしたっけ。でもあんまりもしかしたら亀岳で出てこないから、なんかすごくいい機会になって嬉しいです。そうですね、実際に置きピンしておかないと、あの浮遊している被写体にピントが合ってなくて、何がメインなのか分からなくなってしまいますので、ピントを事前に合わせることはとても重要なので。置きピンどうやってやってるんですか。置きピンはそうですね、カバンを、浮きたいところに事前に置いて、置いて、はい、でカメラを覗きながらそれにピントを合わせる。 あと、まあ、カバンとかないときはもう本当に地面にそのピンを合わせて。あ、すごい難しい。だってこういうね、何の目印もないところとかもね、やっぱありますもんね。もうこういったちょっと大きめの石ころとか、うん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 、それだけでも目印になるので、そこを目印に、逃さずに、それかこうやってマークをつけて、うんうんうん、あ、でここにピンを、そこに、うんうん、で飛ぶ瞬間にちょっと消しといてジャンプするっていう感じです。費用ですね。っていうかあれですよね、 PRO ですよね。 PRO ですよ。いやいや、 AMA ですよ。B 面ってことですか。 B 面？ C 面AMA ですよ。 A 面じゃないんですよ。 A 面って聞こえてるんでしょ。 AMA 今だけ A 面 B 面知ってる人いないですよ。表裏ないんですから。はい、やりますよ、ちょっと、はい、で、タイマーをセットします。でタイマーをセットして、はい、まあ、私のカメラの場合10秒がマックスなので、その10秒間の間にダーッといってバシッと走っていって、カメラのピッ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 の音とか、あとあのカメラから発するタイマーのライトに合わせてジャンプをします。これはでもやっぱ慣れですよね。そうですね、あともう作品作りをしているってもう思っとかないと、もう恥ずかしさで、うん、あの負けてしまうからもう開き直ってやらないと。そっか、メンタルのコントロールみたいなところも大事ってことですか。です、ね、あ、
もう大丈夫ですよね。だってこんな恥ずかしい格好してるもんね。あ、これは別にカツラをかぶってるわけじゃないですよ。地毛ですよ、私は。本当ですか？そうですよ。ロパチですか？そうだったんだ。2ブロックのロン毛ですね。そうです。2ブロックだったんです。そうです。ここはもう 0.8 ミリぐらいしかないです。確かに横は刈り上げられてた。本当だ。そんな過程で私は撮っています。はい、まず最初ちょっと一回だけお手本をいいですか？はい、もちろんやってみましょう。はい、はい、お願いします。はい、カーボンですよ。カーボン、軽い方ですね。おしゃれ、おしゃれ。でも逆に軽くないと、ね、一人でうろうろしてると本当に途中で体力切れてしまいます。本当そうですよね。わかります。体力大事ですよね。そうですよ。だって何度も飛ぶってことはね。飛ばないですよ。浮いてるんですから。わかりました。飛ぶんじゃないんですよ。浮いてるんです。はい。じゃあそうですね、体育館をバックにして撮りましょうか。はい、気になるんだね。はい、今ピント合わせます。はい、あ、動かないで。ああ怒られてる。合わせるのはマニュアルで合わせるんですか？はい、マニュアルで合わせます。やっぱりそうなんですね。オートフォーカスにしちゃうと撮るときにまた別のとこにピントが入ってしまうので、いっちゃうからですね。必ずマニュアルで。これワンポイントレッスンですよ。マニュアルで撮ろう。なんかピロキミンが言ってくれました。オキピンは通常マニュアルですよ。なんか 急に言い出しましたね。知ってます。でで、あのひろきめ、あの足元にちょっとマークを適当な形でつけていただけますか？はい、じゃあ、はい、クロスで、はい、はい、ありがとうございます。で、今からタイマーを10秒に回します。はい、じゃあ私ここで履けますね。ありがとうございます。なんかちょっとドキドキする。あんまり期待しすぎないでくださいね。はい、1回では多分成功しないと思うので、はいはい、じゃあ今からスタートします。いいですか？はい、お願いします。で、まあ急いで2いきます。こうやって3、まあ、今回近いんですけど、5、6。あ、すごい、すごい。ロープすごい、すごいですね。もう最初僕なんかあの最後の方ポッポッポッとか速くなっちゃってドキマキしちゃって、それでもちょっとタイミングが合わなかったですね。あ、でもそれでもすごい、すごい。とまあ、今回は何回かとうまくいくまで。あ、でもやっぱ結構難易度高いですね。そうですね。まあ、動かなかったらまだしも、うん、全力に、ね、躍動感ある動きをするってことですもんね。うん、いやなんかでもあれじゃない、ちょっと今の見ちゃったから、なんか私たちもちょっとやってみたいし、なんだったらもうちょっと対決とかどうですか？あ、面白そうですね。ハードル上げなさい。急に2対1でどうですか？2対1で。2対1で。はい。いいんですか？私たちでも2人で息を合わせなきゃいけないんですよ。今までのこの5年間の亀学人生が問われるんですよ、今ここで。どうすか？そうだね。なんか甘くささやかれた今。やっちゃいますか？やりますか。はい。もっとこっち、あ、その辺です。シグマ、はい、何すごいやつですよ。ですです。 2.8 ですよ。 2.8 対ソニーの35mmF1.4 です。はい、単焦点、単焦で、単焦あ、そっか、10秒。あ、私は自分で飛ぶんだ。5枚。はい、そうですよ。何をやってるんだ。そっか、私ヒロキメを取るかと勘違いしてます。ちょっともう少し待ってください。設定します。全然大丈夫です。じゃあ僕はそっちに戻ってこっちまで走ってくるってこと？いや、もう時間の。ヒロキはそこにいてください。いい、私はそっち行くので。行って2人で取る。2人で。なるほど。あの心を一つに、あ、もうちょいこっちです。あそこにいてください。用意ドンでやるんじゃないですか。用意ドンでピッて押して、ダダダダダダダってきて、で、ジャンプして、ま、一回終わったら、一旦確認、お互いし合う。で、どっちが、そうですね。そうですね。はい。一回ずつ取って、取れているか確認して、取れてなかったらもう一回やって、で、繰り返しているうちに先に取れた方が勝ち。
何回で取れるか。何回で取れるか。これ一発で取れちゃうか。調子いいから結構早くいけるかも。あ、やばいです。じゃあ、よーい、ドン。早く早く。せーの。あれ。タイミングは分かんないけど、ポッ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 。あ、それは私のカメラの音です。あ、そうなんですね。あ、じゃあこっち音出さないと。わかりました。こっちも出します。あ、もう一回やりますか。取れてなかったです。もう一回やりましょう。取れてるんですけど、成功はしなかったということです。音割り、音割り。二人ポーズ合わせたら？じゃあ垂直飛びにしましょう、我々は。おー、やばい。はい、よし。いけると思います。じゃあ、はい、じゃあ勝負。はい。いきますよ。僕もこっち来ちゃったからな。うん。こっから走っていく。よし。せーの。ここじゃない？あ、違う。せーの。あ、行ったんじゃないですか？いやー、これやばいかも。じゃあ勝負です。ダメでした。何ですかこれ。あ、どうですかどうですかこれ。これね、でもこれジャンプしてますね。ジャンプしてますね。これはね。これもハッピーって感じでジャンプしてますよこれ。おかしい。でももっと近づいてはいいんだ。あ、じゃあマトリックスみたいにこうやって手つないでこう平行すごい平行できないおかしい。じゃあもう一回勝負しますか、はい、でもあ、でもこれは私自分では40点です。これだけいければもうなんか僕らだったら OK だし。いやいやこれ40点、あ、でもクロスしてない。これ40点です。インスタグラムには載せれないです。すごいな、いやプロだ。品質基準がある。品質基準、よし、負けないぞ。八の字にじゃあ、あの難易度高いのやりますか。八の字、八の字こう、こう、お互いに。いや、それ違う、違う。ひろきね、私に向かって。あ、私は漢字の八ですか。あ、そうです、そうです、八の字。あ、なるほど、わかりました。はい、じゃあ行きまーす、はい、せーの。はい、どこだっけ。え、これですよ。絶対無理。取れました。ああ、取れちゃった。さすが。プロですから。取れました。ああ、なんか素敵だ。綺麗だもん。ちょっとヒロキメの足が映ってますけど。映ってます。綺麗。本当だ。私たち。何やってるんですか。え、飛んでないんですか。これで終わってます。じゃあもう取ってたってことですか。あの、ジャンプする前だった。多分私の音にタイマーの音と間違えたのかもしれない。だから僕のが友人先生のやつでちょっと足映ってるじゃん。多分僕がピョンって飛んだ時に負けました。惨敗ということで。すいません。いや、でもね、大会ですからその道の。でもなんか思ったんですけど、せっかくならちょっと。最後3人でも撮りたいなと思って。ちょっと雨が降る前に、ね、あ、そうですよね。もうなんかどんよりしてきたんで、はい、やりましょうか。お願いします。はい、お願いします。じゃあお二人もうスタンバイをちょっとしていただきまして、はい、どこでしたっけ。ここでいいんですか。この辺ですかね。ここですよね、うん、先生はどこ入ります。真ん中ですか。真ん中に入りましょう。3人で上にジャンプするだけでいいんじゃないですか。3人でジャンプした方が良さそう。私はこれでやっていいですか。あ、いいですよ。いいですか。はい、これで。はい、じゃあ行きまーす。あれ、どういうジャンプでしたっけ。普通に体育館。私はこれでやりますけど、お二人は垂直で。垂直ジャンプ、わかりました。そうですよ、変に難しいことしない方がいい。行きまーす、せーの。これ音鳴ってます。これ鳴ってます。惜しい？なんか音が小さくて、音小さい。ちょっと電車が通り過ぎたので。同じ音音。お、すごい。でも、あ、なってるよ、なってるよ、ちゃんと。お、先生すごい。先生すごい。僕ダメだ。
足がほら握ってますね。もう一回当たるもう一回やりバチいけるかも。すごい先生すごい上手だったですよ。やった。足の本当に地面に平行してて若干ペンギンっぽい感じがすげえ意外とよしじゃあ行きますよ。はい、今度飛行機で今のはちょっとあの位置戻りましょう。で、はい、もうシャッターを押してください。どんどん撮りましょう。はい、ピン合わせまーす、はい、動かずに。はい、じゃあ行きまーす。あの音のパターンはペッピ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 ッカチ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 なので、ええピッ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 、6番目でカチカチカチ、タッ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 、そう、あのテンポが短くなったらピッピッピが7回です。7回後に5回5回シャッターされます。はい、じゃあ行きますよ。せーの。おお、これ行ったんじゃないか。お、楽しみ楽しみ。あ、行ったんじゃない。あ、ああ、ちょっと違う。あ、まあまあ惜しい、まあまあ惜しいな、うん、もう一回やりましょう。タイミングは良かったです。はい、行きます。せーの。せーの。いった感じですか。じゃあ私も垂直に飛びましょうか。多分それがネックになってるかもしれない。ああ惜しい。でもなんかプロセスがまた面白いな。ひろきめなんでこうなってるの。ネクタイをね押さえてるんですよ。ああなるほど、そう、ふわってなっちゃう。その時はネクタイピンですね。そうですよね。なるほど。じゃあみんなで垂直しますか。垂直しますか。はい、はい、じゃあもうちょいピロキメン、ま、真ん中行きます。よし、じゃあ行きます。はい、あの靴を少し開いた方が、開いた方がいい、うん、はい、行きます。せーの。せーの。なんか顔がニマニマしちゃって。いやでもこれを諦めて何回も撮るから感動的な写真が撮れる。あ、でも今いる。おうおう、あ、この辺どうですか。そうそうそう、いいと思います。いいんじゃないですか。おお、ヒロキメンの髪もちょうど浮き始めるちょっと手前なんで。ちょっと手前で、ね、ちょっと手前なんで。でもよかった。いや、いい記念になりました。やた、いや、ありがとうございます。楽しかったですね。めっちゃ笑いましたね。笑いましたね。今回はこんなハッピーな撮影っていうのもなかなかないですよ、ね、これみんなでなんか集まってとか、ね、めっちゃ楽しいですよね。そうですね、浮遊人オフ会集合みたいなね、ここの校庭やりたいですね。何人ぐらい入るだろう。1000人同時に分かんないじゃないですか。ジャンプしてる状態が。でも常住力だから冷静なインスタグラマーですからね、はい、そんなに人は集まらないかと。いやでも今もう、めっちゃフォロワー数いますよね。いやいやいや、冷静なので。そうですか。ゼロ重力ですか。ゼロ重力なので。なんかうまいことまとめられちゃった。みんなもお試しあれ。はい、今日は ぜひインスタをチェックしてみてください。こちらです。というわけで本日は本当にありがとうございました。一日特別講師として。いえいえ、こちらこそご招待くださってありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。また
一緒に絡めるといいですね、なんかどっかでね。そうですね、桃井さんとかと一緒に、はい、第二弾、桃井さんと桃井さん、桃井さん、そうですね、そうすると私はいなくなりますけれどそうですね、またあの巨匠呼ばないとですよね、はい、そうと思います。そうですね、なのでダブル巨匠ということで、巨匠は多分膝が悪いんじゃないかなと思いますじゃあ今度、次回は4人で飛びたいと思いますので、皆さん楽しみに待っててくださいというわけで、さようならありがとうございます。またね、せーの